株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大全2枚。ソフトバンクは29日来期の新監督に藤本博文二軍監督が就任すると発表した。これはデモ音声です。来期以降課題とされている世代交代をどう進めていくのかに注目が集まるが、主役を張るのはファームに育ててきた藤本チルドレンだ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。藤本新監督は南海時代を知る数少ない鷹選手の一人。株式会社 AI によるデモ音声です。福岡大英時代には岸川克也氏現解説者と共に打線の主軸を担い平和大球場を沸かした。株式会社 AI が提供するデモ音声です。2011年から10年以上にわたり1軍や2軍の打撃コーチ、3軍監督、2軍監督を歴任し多くの好打者を育ててきた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。来期からは上昇軍団の立て直しを図るため世代交代という大きな課題に挑んでいくが、その主役となるのが手塩にかけて育ててきた若鷹たちだ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。就任会見では2軍にも生きがいよい選手が多い。株式会社 AI によるデモ音声です。十分にチャンスはあると語るとともに、若い選手が出てこないと強いチームは作れないと若鷹たちの奮起に期待を寄せる。これはデモ音声です。その筆頭となるのが2年連続ウエスタンリーグの本塁打王を獲得し、今季は1軍のシーズン後半だけで7本塁打を記録したリチャードだ。これはデモ音声です。藤本監督は育成選手として入団した時から群を抜いた長打力に目をつけ、2軍監督となった今季は40打席無安打が続いても4番を任せ続けてきた。これはデモ音声です。リチャードはメンタルが弱いので毎日試合前に2、3分の個別ミーティングをやってきたとし、常に選手に寄り添う姿勢を貫いてきたことも明かした。これはデモ音声です。リチャードに続いてすごく良くなっていると名前を挙げたのが、高卒3年目のシーズンを終えた水谷俊と野村大樹だ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。水谷は高い身体能力を武器に今季ウエスタンリーグ69試合に出場して打率 .276、4本塁打、29打点を記録。株式会社 AI が提供するデモ音声です。エキシビションマッチではタイムリー3塁打を放ってアピールした。株式会社 AI によるデモ音声です。野村も79試合出場と2軍レギュラーに定着し、打率 .263、2本塁打、27打点を記録。株式会社 AI が提供するデモ音声です。チャンスに強い打撃に磨きをかけたが、藤本監督は守備の方をしっかりやらないとと課題も口にする。株式会社 AI が提供するデモ音声です。また今季半ばに育成から支配下登録を勝ち取った渡辺陸も、打てる捕手として打率 .263、 4本塁打。株式会社 AI によるデモ音声です。高谷博明が構想外になったことで来季は一軍昇格のチャンスが巡ってくる可能性はあるだろう。株式会社 AI が提供するデモ音声です。彼らが一軍で結果を残すようになるにはそれなりの時間を要するかもしれない。デモ音声です。しかし
2軍戦で起用し続け優れた素質を知り尽くした藤本監督が1軍を率いることはチャンスを広げるプラス材料となるはずだ。株式会社 AI によるデモ音声です。もちろん1軍で86試合に出場した三森大輝、ファームで最多安打を記録し、1軍の最終戦で初本塁打を放った柳町たちなどが、来季のレギュラー入りを狙う中、ファンが強く望んでいるのが上林誠二の復活だろう。株式会社 AI によるデモ音声です。2017年、2018年に大ブレイクした上林は、藤本チルドレンの長男とも言える存在だ。これはデモ音声です。再び輝きを取り戻せるよう、秋季キャンプ、自主トレ、春季キャンプとバットを振り続けてほしい。これはデモ音声です。得点圏で全部打つのは無理だが、チャンスに強い選手にたくさん出てきてほしい。指揮会社 AI が提供するデモ音声です。取れるところで、しっかり点が取れる野球を目指したいという指揮官。株式会社 AI によるデモ音声です。その要望に応えるのは、ベテラン、中堅の経験値か、若鷹たちの勢いか。これはデモ音声です。来季は、ソフトバンクの世代交代をめぐるチーム内競争が、より一層激しさを増す。これはデモ音声です。藤浦一斗、カズトゥー。